ムクゲコの葉は、長目ヤガ科。下葉が赤の大型のが、大型の美しいヤガの一種。海鳥は85から90ミリメートル。成虫の出現時期は4月から9月で、日本各地では普通に見られる。幼虫の発生は6月と8月の2回に分かれていると言われる。前肢は海鳥のある褐色。後子は黒色にぼかし状の薄紫色を放射状に散らし、 後端は鮮やかな木から薄紅色が特徴的。オスの前肢の前縁の特徴として、元半部で強く棒いずるが見られ、また、講子の内縁には長い毛束がある。夜間に活動するが、雑木林の樹液を目指し飛来し、みかん類、りんご、梨、桃などの果実も好むため、これらに食害を与えることもある。幼虫は、ブナカコな属のコなら、クルミカのニぐルミ。 サワグルミ、クヌギ、ブナカクリ族のクリなどを主食とする。幼虫は成長とともに、多少の色彩の変化があり、腹部五節の背面の青く丸い反紋が特徴であり、判別の材料とする。日中は、通常、樹幹などに潜んでいる。ほぼ、日本全国、北海道、本州、伊豆諸島八丈島、四国、九州、津島、屋久島、沖縄本島、 沖縄諸島、西表島、中国、台湾、朝鮮、インド、みんなで作るガルイ図鑑、ムクゲコの旗やスジュノ、ありがとうございます。